という間でびっくりしました。楽しんでもらえたということでしょうか。私も久しぶりに和田さんのいろんな話が引き出せてよかったし、そのマーケティングに強いというのは分かっていたし、で海外との、ね、交流すごいある人だ、ね、すぐすごい人とも仲良くなるっていうのは知ってはいたけどまあこれをちゃんとデジタルのところと融合させて、あの次の10年後を見据えて吹き出したんだな、また新しいことをというふうに思いました。はい、今後がまた楽しみです。ありがとうございます。よろしくお願いします。